ブラボー。あの銭湯で働けばなんかのんびり働けそうじゃない？東大出てんだ。はい、一応採用。今日からよろしくお願いします。ご覧の通り閉店後はここはこんな感じで使っててね。人を殺す場所として。松宮さんの風呂場は今まで通り、今後も貸してもらいたくってね。俺は普通に風呂屋の従業員として働いてるだけなんで。まだ仕事はたくさん残ってるからね。もしこのことを誰かに喋ったら申し訳ないけど、君もなんてね。てめえが今巻き込まれてることがどんだけやべえことが分かってねえんじゃねえかっつってんすよ。お味噌変えたんだけど、どう？どうしてその仕事をしてるの？どうしてでしょうね。東大行くような人って私たちの何倍も早くいろいろ経験するんだね。そんなことないよ、普通だよ。お風呂入ってく？